この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、カモン。ビンビン手突っ込んでんのね。はい、ビンちゃんです。さやちゃんです。いやー、何ですかその秋葉っぽい感じのね。秋葉じゃないの、ワンピースなんだよこれ。そうなの。おい、ここは開いてんの。それはメイドじゃないんですか。メイドじゃないんですか。早く帰ってこい。いや、そうなんだ。でもそういうちょっとね、バイオレンスなメイド喫茶もいいかもわかんないね。バイオレンス、まあ、実際俺行ったことねえんだけどさ。あとこうメイドさんがやってくれるさ、今髪の毛の美容室もあるでしょ。あ、はいはいはい、あるってね。だシャンプーして仰向けで寝ると、うん、上に鏡が天井にバーって貼ってあって、うん、メイドさんがシャンプーをしてる姿が髪に映って見えるっていう。うわー、何その、俺の髪を、じゃあ例えば俺が行ったら俺の髪洗ってくれるみたいな。で漫画のキャラクターのこれにしてくださいって言って、うん、その漫画の髪型の、漫画の、その出てくるキャラクターの髪型にしてくれる。で、その話、漫画の髪型にしてくれるとはあんまり思わないけどね。でもただ行く人たちはほら、そういう誰々にしてくださいっていうのも、その漫画のキャラクターだったし、何、両津勘吉みたいにしてくださいとか。そうそうそう、それでこうその人たちがこうラオウみたいにしてくださいとか。いやいや、よくわかんないけど。なわけでございまして、ちなみにそれはそうと、最近ですね、ボルケーノでいろんな文字を、出してます、いろんな方から、まあ今はね、卒業だの、なんだのわかんだの、いろいろあるんで、いっぱいね、もらってますよ。はい、お、ちなみに、感謝のメールもすでに来ております。メキラ君、東京都練馬区。ビンちゃん、この間の放送、ボルケーノで合格祈願と書いてくれてありがとう。本当に嬉しくて、絶対に受かろうという気持ちになることができました。そして、今日、合格発表、結果は、結果は見事に受かることができました。おめでとうこの、じゃあアディシオムードに乗りつつ、行ってみようかな。はい、来た皆さんね、これ、入れて入れて入れて、何せやんだよ、つばかったあの稲葉うわ。ですね、高パパさん、もうだからあの揺れてるから、くじらし、ですね、皆さんおはようございます。毎日本当に楽しく拝見してます。朝からハイテンションなカエラちゃんとビンちゃんを見ると、今日も仕事頑張ろうって気持ちになります。ところで、私は3人の子供がいるのですが、男の子ばかり。その兄弟が今年3月で無事幼稚園を卒園、さらに次男が4月より幼稚園に入園するので、ぜひ、記念のボルケーノをやってほしい。じゃあ行ってみたいと思います。ボルケーノ、そんなに爽やか。ジローラモ、そういうのある。いや、いないやつならいるね。ほら来た。リクちゃん祝卒園、レオちゃん祝入園と、いうふうに打ってみました。連発したいと思います。茅ヶ崎市千里子の妹さん、この度3個上の姉が結婚することになりました。すごい。普段はそばにいすぎて言えない祝福の言葉を、ぜひボルケーノの灰に乗せてもらおう、伝えてもらいたいと思います。ちなみに旦那さんね、あのお姉さん、つまり義理の兄貴ですよ、もうサクサクということで、ボルケーノ。結婚おめでとう、剛と千崎。誰？電報みたいなってたのこれね。まあとにかく、このようなねメッセージを。そんな簡単に出ちゃうのね、ボルケーノってね。いや、これはあの力を貯めてますから。あ、そう。これのために。急にやるって言っても無理ですよ。疲れちゃないの、後で。なんかだって急に、例えばカエルちゃんがね、アルバム発売、サークル、絶賛発売中出してくれって言われて、もう今もう2発もやったから。出して出して。ボルケーノ。ボルケーノイナバウアーイナバウアー、ね、サークル絶賛発売中、イエイ。じゃあボルケーノまた出た、出しすぎじゃないですか。サクサク DVD も間もなく発売と、イエイ、ということでね。もう今日はボルケーノ4連発で、すげえ大変ですよ。麓の住民がみんな避難してる、今避難してます、これはもう。まあどんどんとあのこのような、メッセージ出してほしい、という方があれば送っていただきたいと思います。こちらの方までお待ちしております。
で、はい、最近ですね、はい、非常にこの食べ物を話題にすることが多い、うん、それはちくわぶでございまして、おーちくわぶ、メールもいっぱい来てます。ですね、川崎市幸区のマドラさん、女性の方、今日のちくわぶの話を聞いて、やっぱ育った土地で違いあるなと思って、改めて思ったのでメールしました、うん、私もつい最近初めてちくわぶを食べましたが、うん、正直って感じでした、うん、グッバイグッバイ。また私の地元福岡ではちくわぶという文化がないから、素直に体に入ってこないっていうのか、うん、逆に関東に来て驚いたのは、スーパーなどでおでんの具を売ってるコーナーに、うん、牛筋の串を売っていなかったことです、うん、おでんに牛筋は当たり前だろうと思っていたのでカルチャーショックでした。私のおでんの具ナンバーワンはこの牛筋ですと、うん、九州ってそうなんですか、浪人生必ずありますね、ある。ちなみにもう一つ、みおさん、川崎市川崎区、この前コンビニで買い物をしていたら、レジの隣にあるおでんに目が行きました。そういえばサクサクでビンちゃんのカエラちゃんがちくわぶがうまいって言ってたなと思い出しました。私の実家岡山にはなかったので、これは食べるしかないと思って、買い、そして食べました。うまい、あまりのうまさに僕のおでんの常識がひっくり返りました。サクサク見ててよかったと思いました。これからも美味しい食べ物を教えてください。はい、ということで素晴らしい、うん、ちくわバーがまた増えたわけです。ちくわバー、やばうわー、ちくわバー、あー消えたの画面から私としたことが、そう、そう、そんなわけで今日はなんと、はい、みんなで歌おう、ハローウェイ。今日はですね、なんと地域の歌ではなく、はい、あのこの間ちょっと一瞬やったけど、ちくわぶの歌、はい、あれはね、ちょっと伴奏つけてきましたんで、うん、みんなで一緒に歌いましょう、うん、歌詞は簡単です。皆さんぶだけ言えばいいですからね、うん、いいですか、いきますよ、よし拍手いきましょうかね、ちくわ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 、あーなんかいいな忘れられないよね、なんかね、ちくわちくわブ、もう今回はですね、ちくわのね、うん、ブちくわも一緒に今登場してもらったみたいなちくわぶか、いやでもね、本当にね、ちくわぶ、うん、素晴らしい食べ物であるということを皆さんに今一度伝えたい。で、あと日本には今、スケート場が不足しております。ぜひとも今回はね、こうやって私が金メダルを取った、これいい機会ですよ。うん、ぜひともいっぱい作ってね、うん、できて。あと女子専用のカーリング場も作ってほしい。います、ね、うん。これも足りてないらしいんですよ。これが女子のカーリング選手たち。あれほら最後。閉会式、うん、出てたじゃないですか。可愛かったね、しかしね、可愛かった、うん、やばいよ、あれやばい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 、うん、稲葉はやばいわやばいわエースの絆、なんだ、見てよ、私が帰ってきた、覚悟はいいな、やなぁ、どこの勝利だ、ロードカルチャー、アナザーセンチュリーズエピソード2、止まれ中3でラグ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 ラ、もうちっちゃー、もうこれでほんと取れんの、毛穴の黒ずみごっそり、うおーしかもツルツルって、おいちょっと激走オキシーパーフェクトクリアパッド、オキシー、空色の君、海色の僕、忘れかけてて大切、春夏絞り沖縄出た、Thank you.
そういったわけでございまして、今週はアジアンカンフージェネレーションの皆さんに来ていただいております。でもほんとマジバラジかなり好きっすね。なんかね、切ないっすよ。なんかこう、甘じょっぱいみたいな。いや、酸っぱくないんでね。甘じょっぱいみたいな。甘いのにしょっぱいのは切ないっすね。いや、なんかね、独特のね、雰囲気を醸し出しているなと。カエラちゃんはどう思ってますか？嫌いとか言わないで、一言。分かった。カエラちゃんなりの味感のこう、まあ感想というか。前にラジオに、ゲストで行った時に、うんうん、アジカンのゲストにカレちゃん行ったの？そうなの？なんでもってみんな会話しないんだよ。なんでそのなんか初対面ですみたいな感じの雰囲気が。そうでもないんだ。そうでもない、うん、そうでもない、うん、みんなで写真イエーイって撮って、うん、あ、でも勝手知ったる仲なんですね。まあまあ、何度かお会いしたことありますね、うん、その時に DV、クリップ集っていうか、うん、DVD かな、はいはい、いただきましたよね、うんうん、で、あれをね、寝ない時にずっとこうやって見てました。寝ない時？あ、眠くない夜中に、はい、もう興奮しちゃってるみたいな時とかに、うん、ずっとこうやって見て、うん、だからこう夜中を思い出しますね。あー、でも確かにアジカンって夜のイメージあるよね。ありますよね。あ、でも、いや待って、それかすげえ昼間みたいな、まあ、どっちなんだっていうね。全然違う。うん、面白かった。全然違うね。それか昼間ってね、全部だよね、つまり。多分さ、ビデオのイメージがなんか昼、真っ昼間のやつもあったじゃないですか、あの海辺のやつとかね。だからなんか、あ、でも確かに昼間のイメージっていうか、夕方にかけてのイメージもありますよね。なんか全部ないってことだ、イメージ。素晴らしいツッコミだ。うん、俺もああいうバンドに入りたいね。すげえ苦笑いだよ。すごい目が合っちゃったね。そう、今俺後藤さんに訴えてたんだよね、こう入りたいんだよみたいな。じゃあそれが無理なら俺を作る新しくバンド、うん、俺がリーダー、うん、リーダーとボーカル、うん、で作るよ。はい、なんか一人。いや、だから今メンバー募集しててさ。ああ、したらいいじゃないですか、メンバー募集。うん、ここで。マジですか。うん、やったらいいですよ。いや、でもこう何を基準に選んでいいのやら、なんかやっぱある程度上手い人がいいですよね。うん、そうですね、だから、最初はそういえばどういうあれで集まったんですか、皆さん。最初は、うん、大学のサークルの、うんうん、これ前にも聞きましたよね。そう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 、そう、だからまあちょっとそれを広げつつね。ねえ、いらっしゃる、すいません、自分のことしか考えてません。カエラちゃんも結構面白いな、話聞いてると。え、カエラちゃんと俺だったらどっちをバンドのメンバーに加えたいですか？ありてに行きましょう、ありてに。やつか、ぶっちゃけ、率直にみたいな。まあ、10-0でカエラちゃんの勝ちかな。やった。シャットアウトだよ、本当にね。踊ればいいんですか？ねえ、これで歌えばいいじゃん。歌える。後藤君は、僕はもうちょっと踊りに、じゃあ僕の踊りに。いい考えですね、うん、それかっこいいな、あえてね、うん、俺、別にパートとか何でもいいんで。なんかアジアンカンフージェネレーションみたいな中にいたいんですよ、なんかその、うんうん、こう、タワーレコードとかのああいうのポスターとかでなんかこんなポーズを撮ってノーミュージックノーライブって書いてもらう。それだけなんですよね、早い話が。で、どういう成り行きでバンドができたのか聞いたんだよね。うん、あ、そうそう、ごめんごめんなさいね。はい、じゃあ、よろしくお願いします。うん、今も大学で出会った音楽サークル。うん、じゃあ最初から皆さん楽器はそれぞれこういろいろギターとかドラムとかできてて、いや、気があった、あ、できてなかったんですか？僕始めたの19歳になったからだな、ギター買ったの。へぇ、うんうん、全然弾けなかったですね。あー、コードは意味わかんなかったね。最初は初心者の集まりだったんですね。さったりついてね。へぇ、北国にはね、うん、ギター弾けないのにパートのとこボーカルギターって書いてあるのよ。強い字で。でもそれがこう今現在こういうことになってるわけですよね。うん、僕ら最初からコピーバンドをやるには下手すぎたので、うん、作ったんですよ。だからオリジナルの曲をできないから、うん、だから間違ってるとか間違ってないのがなかったね。あ、なるほどなるほど。自分が弾いたのはその曲ですから、だからもう俺これこれだよ。なるほど。え、ちなみに差し支えなければ、
その結成したすぐぐらいのオリジナルで今だから言えるこんなでもわけのわかんない曲があったみたいな、なんか覚えてるのあります？まあ最初に作った曲はアジアンカンフージェネレーションのテーマ。おおえ、どんなの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 、ちょっとさ触りだけ。ツインボーカル。ツインボーカル結構メロディー、メロディーがいい。メロディアスな、いいメロディアスっていうか、まあ、ポップなすごい、スリーコードっぽい感じの。え、歌詞がやっぱアジアンカンフージェネレーションのテーマだから、アジアンカンフージェネレーションみたいなこと言うみたいな、そんな感じです。でも俺たちは、うん、アジアのカンフーキングだぜみたいな、すごい頭の悪い、ね、それ聞きてえなー。今やったりしないですかそれ改めて。でも最初の 3,4 年はもうそれライブで必ずやってましたね、うんうん、ギター置くときですかね、次やるときは。じゃあ、今日のところは、はい、じゃあこの辺で、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。しっかりチェック、それはレレレレイク。契約内容のご確認を。メガネが私を変えていく、田中メガネ。君の男の一番何？友情です。友情。彼女より？はい。サンドの飯より？はい。友情。はい。友情。はい。俺は新庄。男の一番 D1 コーヒー誕生。なんだっけ、なんだっけ、いや、のたぬきさんで、おっぱい飲んでねんねして、抱っこしておんぶしてまた明日。アホー。これ最後さ、銀行手間のザクさん抱っこしておんぶしてイナバウアーにしようよ。で、我々もみんなそれポーポーしておんぶしてイナバウアー。バカだね、本当にバカだね。でもかっこよかった今、カーラちゃんイナバウアーって一瞬さ、顔があの画面から消えるのかっこいいんだよね。イナバウアーです、イナバウアー。メールを一枚、川崎市川崎区のサンプラーくん。どうしたの川崎市。あ、噛んだ？私噛んだ？ごめんなさいね。今日の放送でサッカー西ドイツ代表のルンメニゲの話題がありましたが、とても懐かしく思いながら見ました。そこで他にもスポーツ界にはインパクトのある外国の選手の名前がいたなと思って思いつくままに挙げてみます、うん、まずナイジェリアのサッカー選手、うん、ハルナ・ババンギダ。ハルナ・ババンギダ。同じくナイジェリアのサッカー選手、セレスティン・ババヤロ。ババヤロ、ババヤロ、ババヤロ、ババヤロもヤロみたいなね。これはカヤちゃん多分喜ぶと思うよ。何？あのオートバイのね、あの世界グランプリのライダーで、はい、イタリアの方、うん、フランコ・ウンチーニ。ウンチーニだ。ウンチーニですよ。これフランコ？ウンチーニ。フランコ・ウンチーニ、うん、こういうのもやめ。あと、あー、これそうだ、スウェーデンのね、スキスキーの選手で、ステンマルクっていう有名な選手がいるんですけど、その人のファーストネーム、インゲマル。インゲマル？ていうか、日本風に言うとインゲマル。インゲマル、うん、こう丸っていう字やつ。インゲマル、ステンマルク。インゲマル。ドイツ、トーマス・スタンガッシンガー。キリマル。すごいな。ジャジャマル。ピッコロ。ポロリ。まあ、間違いなく変なキノコ食ってますよね、あれね。まあ、そんなわけでございまして、ですね、こういうさ、おもろい、大丈夫？どうしたの？変なキノコ食ってるって言われるのが最近ちょっと嬉しいんだよ。キノコ嫌いだから、あ、まあ意味は違うんだろうけど。いや違いますよ、全然。なるほど、俺がキュウリ食ってるって言われるもんだ。まあ、そんなわけでございまして、じゃあですね、最後ですね、ちょっとプリクラを一枚貼っていきたいなと思います。ブレーカーを。よっしゃ。というわけで、横浜市戸塚区の島くんさん、あ、女性の方ですね。ヴィンセントさん、カエラさん、ダイアナさん、浪人先生さん、その他の皆さん、こんにちは。こんにちは。
毎日録画して欠かさずチェックしています。わお、ありがとうございます。私は一度プリクラを黒幕さんに送っているのですが、全く貼ってもらえる気配がありません。あー、ひどいですね。どうしてでしょうか。お手紙やプリクラをサクサクに送って読んでもらえるポイントはコレクションしてるな、何かありますか。さては。じゃあついにあなたのプリクラが採用されました。よかったね、よかったね。でもこういう人もたくさんいるんだろうね。うん、我々もね、別にあの全員採用したいんですけど、時間もね、ほうほうほう、ないし。ここにカエラちゃんいるんだけど。嘘、ほら、マジで。え、それこれなんだろう、何のカエラ。これサクサクのじゃないですか。うん、うん、ねえ、浪人生も映ってるもん。顔見ろってなってるやつが凝ってるな。浪人生なんてね、ボロ切りみたいなやつなのにな。はい、どうぞ。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。浪人生ってちょっと前まで結構挑発だったじゃないですか。うん、でもバッサリ切ったんですよね。バッサリ切って似合わないね。動きでしょ。もっと言ってやれ、もっと言ってやれ。じゃあ瓶に戻りましょうか。うん、瓶のつく言葉を、うん、さん、お願いします。ダイビング。うわすげえ。って感じでございまして、じゃあ、今日のところはじゃあこの辺で、はい、またね、またね、バイバーイ。またねー、またね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。メニコン、アロマンスウェアに新しい仲間が増えました。乱視用コンタクト、マンスウェアトーリック、月々1890円で新登場。めでたい。まずはメルスプランへ。切なくてちぎれるほど心揺らす想いも。 Pure Wedding The Bell Classic。